ちょっと待ちな。君たちは酒と味噌いかにも力ずくでは大水に勝てない。俺たちにいい作戦がある。大水、これを飲め。なんだ。酔っ払ってきた。今度はオイラの番だ。わあ！チャンスだ。今のうちに倒してしまおう。待って。お水、これを食べてみろ。それは紳士の巣で採れた作物じゃ。おいしい。ここはこんなにおいしい野菜と米が採れるようになったのか。そうだ、もうここは豆や麦だけが採れる土地ではないのだ。お前を封印したからな。とはいえ、強引に封印して悪かった。これからは共に生きていこう。ああ。ありがとう。君たちのおかげだ。いやいや、じいさん。俺たちこそ、じいさんに感謝しなくちゃいけない。え？オイラたちがここに存在するのは、あずきじいさんたちの昔の努力があったからこそさ。ありがとう。いやー。やっぱり、あずきじいさん、昔はすごかったんだね。へへ。じいさんの話は今度からちゃんと聞くよ。そうか、そうか。ここは北海道の新篠津村。野菜たちのパーティーはまだまだ続きそうです。これからも野菜たちの活躍は続きます。でもそれはまた別のお話。